お布団気持ちいいですね。自分で洗濯とかしたやつですけど、お客様用のはやっぱいいやつだから。次会うときは町にしましょう。こんなど田舎でなく、普通に喫茶店とかあるような。次ありますよね。今私先走っちゃった。旅館の女将的には一夜のお遊びとかで終わらせとくとこなんでしょうか。何ですかお客様、笑わないでくださいませ。こちらは真剣なんですよ。はいはい、こっちはそんなに経験値なんてないですよー。だおかみさんだからって手慣れてると思わないでください。会ってくれる？そうですか。だったら来月とか第二日曜日だけお休みなんですが。はい、約束です。あ、次の日は学校だからあんまり遅いのはダメなんですけど。なんで驚いてるんです？私普通に JK ですよ。18歳です。あ、もっと年上だと思ってたな。よく言われるんですよ。身長もあるし、体つきもまああれだし。お客様はもうよくご存知でしょうけど、それだけ大人っぽいと思ってもらってたならいいですけど。ほら、こっちにおいでくださいませ、お客様。ぎゅーって抱きしめて、このまま眠っちゃいましょうね。おかみさん、明日も帰ってこないから遅くまで寝ちゃおうっと。お客様、明日もあなた一人だけだし。あ、明日はちょっと遠出しますか？チェックインの時間過ぎてからだけど。ほら、ここ確かにど田舎ですけど、綺麗なとこ知ってますから、案内してあげますよ。うん、本格的に眠くなってきちゃった。お客様、明日は何時に起きるの？私が起こしてあげる。だから安心して眠ってね。今日はいっぱいリラックスできた？ゆっくりできたかな？だったら嬉しいな。おやすみなさい、お客様。
耳、ふふってしてもらいたいんですか？あの、くすぐったくて、あったかーいの、いっぱい味わいたくなっちゃったんですか？いいですよ。お兄さんが飽きるまで、しちゃいます。ですから、どうか集中して味わってくださいね。じゃあ、いきますよ。Thank you.
Thank you.
それでは、旦那様の髪の毛をカットさせていただきますね。こうして見た感じ、ちょっと長い部分が目立ちますね。あと、耳かきの邪魔になりそうなものもいくつか。ちょっと全体的に拝見させていただきます。そのままじっとしててくださいね。なるほど。襟足の長さも不揃いですね。この辺も切らないと。あとは、てっぺんの方は癖っ気が目立ちますね。こっちの方も邪魔になりそうな髪の毛が少し。なるほど。ありがとうございます。はい。それではこちらの椅子に座っていただけますか？散髪用のケープをかぶせたら軽いカットをさせていただきます。さあ、どうぞどうぞ。それでは始めていきますね。頭などは動かさなくても結構ですので、旦那様の一番楽な体勢で、のんびりとお過ごしください。では、いきますよ。なかなか素敵な髪質をしていますね。シザーがスーッと入っていきます。シザーって、このハサミのことですね。髪質が悪い人だと、なかなか難しいんですけど、旦那様の場合、硬さも毛量もちょうどいい感じなので、力もあまり入れる必要がないんですよね。私も髪にはこだわっている方ですけど、ちょっとだけ羨ましいくらい素敵な髪質です。しっかりとふさふさしているのに、すんなりカットが進んでいきますね。この調子でどんどん切らせてもらいますね。この辺とか、どうですか？先端が傷んでて、お耳の中に入っちゃってますけど、やっぱり切っちゃった方がいいですよね。くすぐったいと思いますし。では、傷んでる部分だけ、チョキチョキしちゃいますね。すきばさみも使って、この辺の量も軽くさせておきます。これでよしっと。では、このままカットしながら、斜め後ろの方も切っていきますね。髪質がいいお客様をカットするのはいいですね。素
ストレスなくお仕事ができます。今日の旦那様は間違いなく大当たりですね。髪が軽くて量もあって、そして何より質がいい。今の時点でセットは整っているので大胆に崩したりはできませんけど、もし許されるのであれば私の好みの髪型にしちゃいたいくらいです。旦那様の場合は、どうだろう、長さはショートにして軽くパーマも当てるのが似合いそうですね。あ、ちょっと冒険するならアップバングにするのもいいかもしれません。分け目を作るなら73よりは64の方が似合いますね。ジェルを使ってウェット感を出すとなおいいかも。一度考え出すとダメですね。妄想が止まらなくなっちゃいます。旦那様のように上質な髪をカットしていくとどうしてもテンション上がっちゃって、うるさくてごめんなさい。でも本当に素敵な髪ですよ。こうして見た感じ、シャンプーなども丁寧にやってそうですね。仕事終わりのはずなのに頭皮の油汚れもあんまり見えない。もしかしたら髪に優しい体質をしているのかもしれませんね。ますます羨ましいです。あ、でも油断はダメですよ。こういうのって崩れるときは一瞬ですから。規則正しい生活と健康にいい食事、そしてストレスの少ない生活が大切なんです。ですから今日は今日は旦那様の体の奥の奥までじっくり癒してあげますね。体を軽くして心を温かくして、この髪に優しい環境を作ります。襟足はこのくらいで良さそうですね。長さも邪魔にならない程度まで調節したので、先ほどよりずっと軽く感じるはずですよ。さて、あとは左側の髪ですね。こちらを、やり方は先ほどと同じなので簡単にチョキチョキッとカットすれば、あ、左耳にもちょっとかかっていますね。これもカットしちゃいますね。変にかゆくしちゃう髪の毛もこうしてカットしちゃうに限りますよね。この辺はカットというよりは毛量を減らした方がいいかもですね。ちょっとすいていきますね。スースーっと撫でるように優しくカットしていって、
とはバランスも考えないとですね。右側も同じことをしたので、ヘアスタイルを崩さない程度に髪を軽くしていってっと。さて、残りはこの辺と前髪のみですね。ここはあまりいじりたくないので、簡単に癖っ気になったものだけをカットしちゃいます。もうちょっとですから、そのまま動かないでくださいね。あと少し、あと少しっと。先端だけをチョキ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 と。はい、こんな感じですかね。これで終了となります。お疲れ様でした。どうですか、カットした髪は少ないんですけど、だいぶすっきりしたと思いませんか。風通しが良くなってもさついた感触も消えたはずですよ。それじゃあ最後に細かいのをドライヤーで吹き飛ばしちゃいますね。よいしょっと。では行きます。髪を軽くかき上げながら、中に残ってる小さいのを取ってあげますね。ほら、もちゃもちゃー、もちゃもちゃー。中に見ると髪質の良さが際立ちますね。やっぱり羨ましい髪の毛です。ちょっと嫉妬しちゃうかね、なんちゃって。あとはこの辺を軽く飛ばして、はい、これで OK ですね。お疲れ様でした。これにて散髪は終了となります。素敵な髪をいじらせてもらってありがとうございます。ご奉仕する立場なんですけど、ちょっと楽しくなっちゃいました。今度はもうちょっと大胆にカットしたいですね。それこそスタイル全体をいじっちゃうくらいの。もし本日のご奉仕が気に入っていただけたのであれば、ぜひまたご指名くださいね。